皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は小学校4年生社会科日本地図を広げてその2の内容です。新しい社会3年4年下の教科書と地図帳ワークシート筆記用具を用意してください。それではノートを開けて今日の日付を書きましょう。前回に引き続き今回も日本地図を使って都道府県の名前や位置、特徴などについて学習していきます。今日の目当ては47の都道府県についてそれぞれの名前と場所を調べようです。それでは教科書見開きの134ページ135ページを開けてください。日本の地図を見ると茶色い部分と緑色の部分があることがわかると思います。さて茶色い部分は何を表しているでしょう。吹き出しを参考に考えてみましょう。地図の茶色の部分は山、高いところを表していますね。地図をよく見てみると日本を流れる川の様子もわかりますね。今日は特に都道府県の名前や位置、形に注目して学習をしていきたいと思います。地図帳の115ページを開けてください。ここには調べるヒントがたくさん載っています。それでは地図帳と教科書を使って問題1から問題3までについて調べてワークシートに書いていきます。問題は次のようになります。都道府県の名前の中に山という漢字がつく都道府県はどんなところでしょう。川という漢字がつく都道府県はどんな県でしょう。島という漢字がつく都道府県はどこでしょう。動物の漢字が出てくる都道府県はどこでしょう。海に面していない、海がない都道府県はどこでしょう。ちなみに茨城県は海がありますね。周りを最も多くの都道府県と接している県はどこでしょう。中部地方を注目してください。それではワークシートに調べて書き込みましょう。はい、調べることができましたか？答えは次のようになります。
山という漢字がつく都道府県は山形県、山梨県、富山県、和歌山県、岡山県、山口県の6県です。次に川がつく都道府県は神奈川県、石川県、香川県の3つです。島がつく都道府県、福島県、島根県、徳島県、広島県、鹿児島県の5県です。動物の漢字が出てくる都道府県は熊本県、鳥取県、鹿児島県、群馬県の4つです。海に面していない、海がない都道府県は次の 8県です。栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県です。最後に、最も多くの都道府県と接している県は長野県です。長野県は新潟県、富山県、岐阜県、愛知県、静岡県、山梨県、埼玉県、群馬県の8つの県と周りを接しています。もう一度地図を見てみましょう。はい、このように共通点などさまざまな点に注目しながら47ある都道府県を調べていくのも面白いですね。これは茨城県の形ですね。これは千葉県の形ですね。このように形に注目して何に見えるか、どんなものに似ているか考えてみるのも面白そうです。それでは今日のまとめです。都道府県の名前や位置、形にはそれぞれ特徴があることが分かりました。それでは最後に学習の振り返りをしましょう。今日の学習で分かったこと、もっと調べてみたいこと、もっと知りたいことなどをワークシートに書き残しておきましょう。以上で終わりにします。